それでは、楽々ミクロ経済学、こちらの77ページ、代替効果と、所得効果の、お話をしていきます。ちょっと今ジャケットが違うジャケットがあるんですけれども、ちょっと私手元にないのでこちらの方をちょっとお見せしておきます。ですね、問題の77ページのところをちょっと見ていくと、ここに、代替効果、所得効果、云々という形が、出ているので出ています。で、この問題、実は初学者にとってはちょっと難しいと思う人たちが非常に多いわけです。で、なぜ何が難しいのかっていうと2つあって、まず1つがそれまでの勉強っていうのが、例えば何かを覚えてそれを試験会場で吐き出せば、高得点になるという学習をされていた方、それはその経済学では全く通用しないんですよね。なぜなのかっていうと、経済学っていうのは試験会場で全部を考えなきゃならないから。そしてもう一つが、問題文の中で与えられていたものを解くという作業をやっていた方で、これもダメなんですよね。なぜなのかっていうと、その実は与えられているものが部分的にあって、与えられていない部分は与えられているところから推測しなければならない。で、こういった2つの作業を両方兼ね備えているのがこの代替効果と所得効果の問題なんです。だから最初は難しいと思ってても、多分ね、試験直前になってくると、いや、なんであの時にこんな問題をちょっと悩んでいたんだろうっていうふうにね、思うかもしれない。では早速やっていきましょう。で、まず、ここに X 剤、Y 剤とか Z 剤とかいろんな剤の名前があるあって、それにこうちょっと翻弄されてしまうかもしれないんだけども、まずその剤の名称ではなくて基本構造をまず確認をする必要っていうのがあるんですね。では基本構造っていうのは何かっていうと、この問題ではまずここを見るんです。 X 剤、Y 剤とか見ちゃダメですよ。価格が上昇した場合という、ここから紐解いていくんです。基本構造を確認をしていきます。まず価格が上昇したというのがこの問題のまず基本構造のまず入り口なんです。価格が上昇している、そうした場合に、価格が上昇した場合、それは代替効果と所得効果の2つにそれを分解することができるということ。いいですね、ここの作業です。そして代替効果というのは、効果になった財から安くなった財へと需要を変化させるという、こういったことです。つまり、代替効果っていうのは、効果になった財の需要が減少、需要量が減少し、安価になった財の需要がこういうふうに上昇するというようにですね、こういう需要がまず変化をするというのが代替効果です。そして所得効果っていうのは、所得 M が、ですね、どういうふうな形になってくるのかというのはここです。価格が上昇したということは、これは、実際には所得が変化をしたわけではないんですけれども、所得が減少したのと同じ効果としてこの捉えるというのが、この所得効果というものでした。そして所得効果というのは、ここで上級剤と下級剤というふうに、分けることができたわけです。今はちょっと中級剤っていうのはテキストにありますけども、ちょっと省略しておきますね。上級剤と、下級剤というように、このように分類をすることができる。そして、所得が減少した場合に、上級剤であれば需要量は減少するはずです。そして、所得が減少した場合に下級剤であれば需要量は上昇するはずです。こういうふうになりますよね。で、なぜなのかっていうと、例えば所得が減少した場合に
カツ丼を食べる量は減ったけれども、カップ焼きそばの食べる量は増えたということになりますよね。つまりカツ丼は上級材、カツ丼は上級材でカップ焼きそばが下級材だからです。つまりこのように、所得が減少した場合に、需要量が増えるものと減るものというのがある。でこの基本構造がまず土台にあって、そこから財というものを当てはめるという作業です。ではいきましょう。まず Y 財の、まず価格が上昇したのは Y 財です。ですから Y 財の価格が上昇したので、ここで当てはまるのはまず、Y 財です。 Y 財の需要が減少して X 財の需要が上昇する、まずここに当てはまりますよね。Y 効果になった、Y 財というものの需要を避けて、相対的に安くなった X 財の需要がこのように伸びるということがわかる。そしてもう次に行きましょうか。X 財が下級財であるというふうに出ています。つまり X 財は下級財なので、X 財の需要は大きくなるでしょう。で、与えられているのはここまでです。いいですね。与えられているのはここまでなので、分かったのはこの1、2、3、3つだけです。で、分からない部分っていうのはあるじゃないですか。例えば Y 財が何財であるかっていうのが出てないですよね。Y 財は何財なのか出てない。だから Y 財は何財だっていうふうにもし答えるようなことがあると、これは推測して出すしか方法はないんです。試験会場でこれを推測しなければならないということが起きるかもしれない。で、とりあえず分かっているのはこの3つなので、この3つに該当するものを探してみるという、こういった作業です。そうした場合に X 財の消費は代替効果で増加し、所得効果でも増加する。当てはまるのは3だけですね。この3が、答えということになります。